あれ、ここは？おいおい、甲板に戻ってきちまったみたいだな。一体どうなってやがる。無用の長物になっちまったみたいだからな。せいぜいてめえらが役立ててくれや。幽霊って、その腕、あんたまさか。おうよ、俺はかつてキャプテン・リードと呼ばれた男だ。
挙句のたれ死んだくそったるな海賊さ。本人なのか。死んだってそれじゃ。てめえらも日誌である程度事情は分かってもいろいろと無念を抱え込んだまま真剣な熱病でくたばっちまってな。未練のあまり魂が自我を失ったまま現世をさまよってたってところだ。このエルフセリアと共にな。そんなことが。だがてめえらがきつい灸を据えてくれて自分を取り戻せた。改めて礼を言わせてもらうぜ。残念ながらそのようだ。おい、漁師。おお、なんだよ。その海図があるからってくれぐれも油断するんじゃねえぞ。あの世で再会なんてことにならねえよ。せいぜい気張るんだな。おお、わかったぜ。アドルと言ったな。うすうす気づいていると思うが、この島は妙な獣どもや遺跡の他にもとてつもない何かが眠っている。俺はそれにたどり着けなかったが、てめえはやってくれそうな気がするぜ。なかなか面白そうな連れが一緒にいるみたいだしな。さて、俺は地獄行きだから安らかに眠れるかどうか。てめえらとは時代こそ違うが、この島から脱出を試みた
どう知り違いねえ。まあ歯食いしばってなんとか生き抜いてみせるが、それじゃあ、
ナ、どうしたのだ。今、太陽の光が一瞬かげった気がしたんだけど。気のせいではないのか。雲は出ていないようだが。
巫女様？なんだこりゃ！王宮を守ろうとあの形態へ変化したはずだから。肝心なのは一体何から守ろうとしたのかだが、それは近くへ行けるはずだよ。アドルさん、早速行ってみよう。